呪いのビデオ？やばいやばいやばい。心霊スポットの中でも怖いところの一つですよ、トイレは。誰かいる？誰？え、誰誰？ちょっと待って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 。はい、どうも皆さん、こんにちは。のっしーです。今回はこちらのゲーム、コンテンプというゲームをやっていきたいと思います。皆さんは、廃屋に行ったこととかありますか？いやー、なかなかないでしょうね。っていうか、あまり好きな人もいないと思うんですけども、今回はね、廃屋の中をね、歩き回るというホラーゲームでございます。はい。一応ね、短編ホラーということで、非常に、短い構成で作られているようです。それでは早速、やっていきましょう。はい、始まりましたね。まあ、一応、手前に見えるのが、廃屋だと思うんですが、一応周囲の状況確認だけしときましょうか。もう、まあおそらく今は、まあ落ち葉が落ちてるので、季節は秋口かな？それとも冬に入るちょっと手前っていうとこでしょうかね。あ、これは何だろう。ちょっと何があるかわからないですけど、おそらくは、まあ、車であろうとは思いますけどね。まあ、UFO とかじゃないよね、きっと。じゃ、ちょっと、廃屋に近づいていきたいと思うんですけども。ここですか？まずは、ポーチの方近づいていきましょう。ポーチの中にはライトはないですね。よし、じゃあ。ドア入っていきたいと思います。あら、あ、鍵がかかっているようですね。ちょっと鍵がかかっているから別の入り口とかあるんでしょうかね。ちょっと周り裏口とかないか探してみましょうね。あ、なんか見えないものがあって、家の裏側には回れないようになっていますね。なんか見えないね、壁みたいのがあっていけないです。あ、じゃあこちらの物置っぽいとこから入っていきましょうか。特に何もないようですね。まあ植木鉢、スコップ、まあ、こういったボロボロの庭いじりができそうなものが置かれてますけど、他には DIY に使えそうな道具。あ、鍵がありますね。鍵をじゃあ拾いましょう。はい、鍵ゲット。じゃあこの鍵で正面玄関のドアを開けてみましょうか。まあ開けれるのかな？ちょっとわからないですけど、開けてみます。はい。はっ！開きました。じゃあ、廃屋に一歩入りましたよ。ま、珍しい入り方ですよね。廃屋に入るのに、わざわざ鍵を使って、自分から入っていくなんてね、なかなか、そういうやり方はしないと思うんですけど、ちょっと怖いから、ドアは開けておきます。はい。こういう廃屋に入ってね、私も過去には警察を呼ばれてね、注意を受けたことがあるわけなんですけど、あまり廃屋に入ろうとする人もいないとは思うんですけどね。ちょっと入っていこう。開かない。わー、ちょっとこの辺はまだ廃墟になって間もないのかな。それともこの埃具合から行けば結構時間は経ってそうな気もするけどね。誰の絵なんだろう。ここの家主かな。ちょっと電気つかないからね。僕今、懐中テント、フラッシュライト1本しか持ってないんで、ちょっと家の電気つけてほしいわ。あ、ライトあるじゃん。どっか配線が、つながってる。あ、ここに刺さってるね。この中に配線あるんじゃないの。開かないわ。配電盤いじくれば電気つけそうだけどね。ここはなんだ？キッチン？
ねえ、アメリカのキッチンですよ、このオーブン。物語ってますよね。まあ、アメリカだけじゃないのかな、ああいうオーブンあるのは。ここなんだ、冷蔵庫か。開けてみるか。何も入ってない。っていうか、開かない。おっ、びっくりした。自分で消しちゃったよ。ここのライトもつけたいな。誰かつけてくれないかな。ここにドアあるやん。ことごとく開かないですよ。どこ行けばいいんだ。気持ち悪いな。早く。What? 誰だ?誰かいますか?今ドアが閉まった音が聞こえたんですけど、ここ?違う。どうやら鬼界のようですね。ちょっとあんまり行かない方がいいと思うんだけど。ちょっと。開かない。ここ何?なんで開かないの?どうなってんだよ、この家は。どんだけ鍵閉まってんだよ。管理会社がいるのか?正面玄関だけ鍵は置いといて、中は全部閉め切ってるという、管理会社の、ちょっと管理のずさんさが見え隠れしてますけど。はぁ!すいません。ちょっと大きい声出しちゃった。突然開いたもんですから。うわ、トイレですね。トイレは気持ち悪いですよね。心霊スポットの中でも怖いところの一つですよ、トイレは。ゴキブリですね。でも動かないな。死んでんのかな?全然ゴキブリが壁にくっついてるけど。なんでゴキブリが生きてるだけの何か生物とかあんのかな?ゴミがあるのかな?あ、なんか想像させるね。誰かいるんじゃないかみたいな。どうしようどうしよう。どこ行けばいいんだ?まだ2階は行かない方がいいのかな?ちょっと電気つけないか、電気つかないかな。こっち行ってみるか。開かないね。ここは?ちょっとこんなジロジロ見たくないけど。あ、やっべえ!ここ玄関だったのに開かなくなってる。まるで僕が外に出ようとしてるのを知ってたかのように。鍵閉められた。困ったぞ。いや、開かねえな。ちょっと怖いな。お願い、どっか開け、あ、びっくりした。あ、消しちゃった。2階行くの?わ、ちょっと待って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 。わ?ノー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 。やめてやめてやめて。やめて。この暗いとこから来るのやめて。ちょっとあの明るいとこい、逃げよう。はーい!びっくりした。え、何この赤い色。めっちゃ嫌なんだけど、この赤いやつ嫌い。あ、あれ?やめて、やめて、やめて、やめて。暗い。わ、誰だ、電気つけてくれたの。あ、よかった。電気つきましたわ、とりあえず。ここ、配電盤だよね。電気つけるための。今、暗くなった瞬間に、ここ、スイッチパチンって入れて、すぐ去っていなくなったっていう感じ?いや、そんなわけないよな。怖えな、この上なんかあんのかな。特にジャンプとかできないからね。ちょっと明るくなったら、ここのキッチンとかも様子変わって見えんのかな?いや、そんなことないな。気持ち悪いことには変わりない。開くじゃん。開くようになったよ。あ、テレビついてる。ここ今かな?今っぽいですね。でももう窓ガラスが全部割られてますね。カーテンが揺れてるんですよ。ということは、もう窓ガラスが全部割られちゃって。本当に廃墟ですよ、これは。わー、懐かしいね、VHS テープ。今の小学生とかこれ見ても絶対何のものか、何だか分かんないですよね、きっと。これは?テレビのリモコン?お!持てるじゃん!すげえ!何これ?なんか、マウスをぐるぐる回すと動くんだけど、ぐーんって。生き物みたい。は?あー、なんか、呪いのビデオ?
やばいやばいやばい、スイッチ入れちゃったよ。プレイってなってる。なんだよ、ただ重い。あ？あー、なんか呪いのビデオなのかな。テレビから出てくる貞子。あー怖いな。出てこない？ノー貞子です。貞子なしです。よかったわ。ビデオデッキセットしていたやつがいたんだよ、ここに。もう昭和ですわ。昭和ある。性格悪い。ねえ、リモコン触ったらいきなりビデオの再生がま、遅さるなんてね。ビビっちゃうからね。なんだよ、これもう。顔削られてますよ、男性の人。あれ？右側の女の人、さっき写真立てに入ってた女の人だね。で、男性の顔がもう削られてるもん。これやばいじゃん。もうこれ軽く呪音入ってるじゃないかよ。かやこも、旦那さんの顔こんな風になんか丸く写真削ってたよね。切り取ってたよね。わ、懐かしい。これも懐かしい。ちょ、最近見ないよね、レコードプレイヤーなんてね。じゃあちょっと違う方向行ってみるか。わいびっくりした。やめてくれ、そういうの突然。こっから音鳴ってるよね。撮った方がいいのか。あ、撮った方が良さそうですね。撮りますよ、もう責任持ちませんよ、何が起きても。はい、聞こえないな。宇宙と交信してるのか。おい、ちょっとやめてくれ。なんで受話器置いた。おしまいか。ストップトーキング、やめてくれ。いつまでも俺を待たせるんだよ。ピザの配達でもしてやろうか。廃墟にピザの配達頼んだら来てくれんのかな。なんかね、ちょっとヘッドホンで聞いてるんだけど、なんか変な声聞こえるんですよね。もしかしたらね、動画見てる人は気づけないレベルなのかもしれないけど、変な音が聞こえますよ。もう一回は調べ尽くしたでしょ。じゃあ二回へ行ってみましょうか。何か起きても知りませんよ。行きますよ。はい。あー、特に何もなし。まずはじゃあ、正面のドアでも入りましょうか。開かないです。相変わらず開かない。こちらのドア行ってみましょうか。ちょっと椅子邪魔ですよ。わっ、あっ、こう、ゴキブリ。なかなかね、ゴキブリでかいですよ。ここの家のゴキブリ。動き回ってるのが見えてます。あー、開かない。でも、幽霊とかゴースト？まあ、幽霊とか、そのゴーストよりかは、ゴキブリの方がマシじゃねえすか？そんなことないですかね。あー、なんか高そうな絵画ですね、油絵。あ、ここにも、あるじゃないですか。黒電話。こんな黒電話見たことある人いるのか、最近。おっ！And it's telling me once more it's time to roam. 何？ But I cannot tell when I'll be coming home. 何ですか？何です？勝手に巻き戻されてるんですか？怖いわ。いや、なんか爆発しそう。怖いね。何のこと言ってんのか分かんないね。脈絡もない、なんか留守電みたいな感じなのかな。留守電じゃないな、ただのカセットテープを再生しただけか。これラジオだよね。昔のラジオってこんな感じだったのかな。
カバンみたいだよね。カバンっぽくないですか？でも多分そうでしょうね。これ周波数合わせるやつあるからね。What？ 聞こえました？今なんか階段を駆け上がるのか、それとも降りてった音が聞こえましたけども、果たしてこの先に何かいるのかな。行っちゃいけないところ。開く？うわ、開かないですか。こっちは？うわ、開いたよ。あれ？ここはひょっとして？あ、階段か。階段降りてった人いないよね。ちょっとこのは下に行ったと見て、間違いないでしょ。違うから。階段降りる音とかマジ勘弁だからね。ん？あー、ここ屋根裏部屋に通じる階段かな。隠し部屋みたいな感じなのかな。わー、開いたよ。おお。びっくりだけどね。後ろ向いちゃうよ。よしよし。じゃあちょっとこの辺のウォークインクローゼットかな？ですね。え？ちょっと待った。え、ちょっと待って待って待って。は？誰かいる？誰？え、誰誰？ちょっと待って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 、はい。え？あ、こっち開いてる。なんで？誰開けてます？え？あ、いない。誰で開けたの？そっか。違う。え、まさか、まさか、まさか？このドアの後ろ？ちょっと、ちょっと。いますか？いなかったわ。よかった。怖いわ。何これ。書斎かな？ベッドルームと書斎がセットの部屋だね。ちょっと待ってよ。全然わかんねえな、ここの家。どういうことなんでしょう。あ、布団に寝ることもできない。もう休みたい。こんな廃墟で寝るのもどうかしてるけどね。ちょっと案外綺麗なベッドだから寝ちゃおうかななんて思っちゃった。開くじゃん。いろいろ開くようになってきたじゃん。ここは？ここさっき、さっきから開かないんだよな。ここだけ開かずの間だね。ちょっともう一周してみるか。ギシ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 音がたまらなく怖い。あー、やばい。2階から3階につながる、この屋根裏部屋への、はしごが下ろされてますよ。ご丁寧に。あら。さっきのウォークインクローゼットだ。とりあえず上行きますよ。これ本当に、やべ。本当に心霊スポットだったら、マジ、ここ苦しいとこですよね。怖くてこれ以上進めなくなりそうな場所です。なんだ？なんか変な音聞こえます。なんだろう？誰もいない。なんか変な音聞こえるんですよね。聞こえますか？あ、ここやばいでしょ、絶対に。え？なんか光漏れてる。いや、そんなことないか。なんか変な音聞こえるんですよね。ほら。キチ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 っていう音。これやばくないですか？なんかね。向こうで何か行われているようです。行くしかないです。じゃあ行きますよ。3、2、1、GO！ 思わず視界を、目をそらしてしまう。ちょっと。ちょっと待って。なんかギシギシしてるんですよね、音が。入りますよ。わっ！うわっ！やめて！あ、消えた！
っと待って待って待って、もう動いてる動いてる動いてる。はい。ああ、ライトがつかない。なに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 。は？あれ？あ、外に出ましたね。無事脱出しましたけど、脱出というのはちょっと表現的におかしいですよね。あ、これででも廃墟から出ることできたっていうことは、正面玄関の鍵はね、どうやら私の知らないうちに開けてしまったようですね。あら？あー、なるほど。これでクリアですね。なるほど、なるほど。なかなか、じわじわ来る、この精神的に追い詰められる感。うん。夏前の、ホラー感覚を体験させてくれる面白いゲームでした。というわけで、今回はコンテンプというゲーム、実況いたしました。では最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。See you!